皆さんおはようございます。正義超人でもない悪魔超人でもないガチャ超人のヨッシーです。はい、ということで本日は新作アプリやっていきたいと思います。その名も筋肉マン極みタックランプということで、こちらのアプリ始まったんで、ちょっとね今回は最強キャラやリセマラで当てときたいキャラクターをねお話ししていこうと思います。はい、ということで皆さんよかったらね、最後まで見ていってください。さらによかったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ではやっていきましょう。はい、それではやっていくんですが、まずですねガチャがたくさんあるように見えますが、こちらの方はですねチケットのガチャ等になっております。で、引くべきガチャはこちらですね。リリース記念ガチャになっております。で、10連ガチャで SR 以上1体確定ということで、筋肉マンね、いろんなキャラクターがいるじゃないですか。はい、そのキャラクターをガチャで引くことができますよっていうガチャになっております。もちろん、正義超人や悪魔超人、パーフェクト超人なんかもいますね。はい。そういったラインナップになっておりますので、皆さん好きなキャラを当てたらいいんじゃないとも思うんですが、やはりですね強いキャラ等もいますので、そちらについてもお話ししていきたいと思います。はい、でこちらの方、こちらの下の方ですね、この動いていないキャラクターたちはサポート超人になっております。普通の、キャラクターの超人ではなく、そのキャラクターたちをサポートするやつになっております。装備みたいな感じで思ってもらったらいいかなと思います。そんな感じのガチャです。この中でもね、最強とは言わないかもしれないんですが、おすすめなキャラクターがいるので皆さんにお話ししていきたいと思います。はい、でこのゲームですね、パーティーのシナジー等があるので、例えば正義超人だったら正義超人パーティーを組んだら強いとか、悪魔超人だったら悪魔超人パーティーを作ったら強いみたいな、そういったシナジーもあるので、そこもいろいろと皆さん考えながら、パーティーを組んでいただきたいんですよね。はい、なのでそのことについてもちょっとお話ししていきます。でまずですね、一番おすすめなキャラクターアレキサンドリア・ミート、超人界の名参謀ということで、なんでミートくんが一番おすすめなのって皆さん思いますよね。そのことについてなんですが、このミートくんですね、回復スキルにサポートが優秀ということで回復持ってるんですよね。なので一番おすすめなキャラクターになってます。この先ね、回復等のキャラクターが出てきたら話は変わってくるんですが、やはり貴重な回復持ち持っておくと一安心なキャラクターになっております。なので火力等の話じゃないんですが、やはり最初はですね回復やサポートができるキャラクターがおすすめになっております。ではね、次のおすすめキャラクターたちやっていきたいと思います。はい、ということで次のおすすめキャラクターはこちら、奇跡の逆転ファイター筋肉マンということで、 SSR の筋肉マン、やはりおすすめになっております。でこのキャラクターの強みとしては、まずね単体特化のアタッカー、つまり1対1での戦いにかなり優れているキャラクターになっています。こちらをご覧ください。特性熱き友情パワーということで、正義超人1体につき自分の攻撃力 8% アップということで、正義超人パーティーを組んでしまえばこの筋肉マンめちゃめちゃ強いわけですよ。なのでこちらの筋肉マンがおすすめになっております。でその他スキルと必殺技に関してもなんですが、このようにですね正義超人がいると技の威力がアップするとか、そういった能力を持っていてかなり強力なアタッカーになっているので、この筋肉マンをおすすめいたします。やっぱり筋肉マンのゲームだけあってね、筋肉マンは外せないですね。ということで皆さんよかったらね、こちらの奇跡の逆転ファイター筋肉マン当てて使ってみてはいかがでしょうか。では次のキャラクターいきます。はい、ということでお次のキャラクターはこちら、バッファローマンですね。はい、ここに来てバッファローマンがやってくるということで、このバッファローマン何が強いかというと、こちらをご覧ください。
味方の悪魔超人の攻撃力 12% アップということで、つまり悪魔超人パーティーを組むならこのバッファローマンを手に入れておきたいということになっております。なので手持ちが正義超人ばっかりだったらちょっとねこのバッファローマンの強みっていうのは活かせないんですが、手持ちが悪魔超人ばっかりだったらこのバッファローマンめちゃめちゃ強いので、ぜひとも皆さん悪魔超人大好きな方はですね、こちらのバッファローマンを入れた構築をやってみてください。でこちらのキャラクターもですね、敵単体に対する火力っていうのもかなり高くなっているので、ぜひとも皆さん使ってみてはいかがでしょうか。はい、ということでお次行きたいと思います。はい、ということでお次のおすすめキャラクターはこちら、ロビンマスク鉄面の貴公子ということで、こちらのキャラクターの強みっていうのは正義超人の攻防アップの特性を持っております。それが、めちゃめちゃ強力なキャラクターになっております。まあ他にもですね、自身の防御力を上げながら攻撃するスキルを持っていたり、必殺技で相手の必殺技ゲージを減らすという能力を持っていますので、まあ非常にね強力なキャラクターになっております。うん、でこちらもですね、正義超人パーティーを組む上でかなりいいキャラクターになってるんでね、ぜひともですねおすすめなキャラクターになっております。はい、次のおすすめキャラクターはこちら、ザ・忍者変幻自在の忍術使いということで、このキャラクター何が強いかと言いますと、スキルが単体と全体で分かれており、状況に応じて使い分けられる。必殺技ゲージ加速スキルで強力な必殺技を素早く使用可能ということで、最後に特性によって自身のスキルが自動でレベルアップし、強力なスキルをバンバン使えるといった点になっております。はい、こちらのキャラクターはですね、まあ、パーティーを固めて使うとかそういったキャラクターではないんですが、強力なスキルや必殺技等をね、ガンガン回すことができるというのが強みになっているキャラクターになっております。はい、なのでよかったらね、ザ・忍者も皆さん使ってみてください。はい、ということでおすすめキャラクターは以上になっております。皆さんよかったらね参考にしてみてください。で一応このゲームもですね、リセマラができます。なので気になったキャラクターがいたらリセマラしてほしいんですが、まずリセマラの手順としては、チュートリアルを進める。で次にチュートリアルガチャを引く。でその後報酬を受け取ってガチャを引く。でその時点で出なかったらタイトルに戻ってデータを削除するということになります。データの削除方法なんですが、こちらのその他からタイトルに戻っていただいて、でこちらのタイトルから右上に行っていただいて、プレイヤーデータの削除ということです。ここからプレイヤーデータを削除することができるので、消していただいて、で2回目以降はですね、チュートリアルをスキップできるので、チュートリアルガチャを引いていただいて、でそれからまた報酬を受け取っていただいてリセマラするっていう感じになります。はい、ぜひ皆さん参考までにやってみてください。筋肉マン極みタッグランブ楽しんでいきましょう。はい、ということで本日の動画は以上になっております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ということで、よかったらねチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。